どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。グラウンデッドの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、カマキリですね、を倒したんですけども、録画外でもう一回、倒しに行ってきました。で、二回目はこの弱点の塩気の、塩のモーニングスターじゃなくて、二回目はこのマザーデーモンのコンボですね。これを使って、カマキリを倒した時に覚えたミューテーションの、この頂点捕食者、ボス武器の秘められた力ですね。を引き出せる。これをつけて戦ったんですけども、多分毒なのか何なのか、これでマザーデモじゃない。カマキリを叩いたら、継続ダメージが入ったんで、多分毒だと思うんですけども、かなり楽に倒せました。で、あと一つ教えてもらったのが、このマザーデモのコンボを、この弱点の塩ですね。塩に派生して、戦うと、さらに楽に戦えるんですかね。これかなり強くなりましたね。マザーデーモンのコンボが。まあ、これを つけてる前提ですけどね。で、とりあえずもう一回倒してきたんで、これで素材は溜まったと思うんですよね。なので、カマキリの装備をちょっと作ってみようかなと思います。あとまず武器ですね。花びらの鎌。クリティカルヒットダメージ。攻撃力はそこまでじゃないですね。上げると強くなるのかな。で、移動速度は速い。じゃあ作成。で、防具。あ、これ、ないですね。池の、OK。頭はちょっと後回しにして、殺し屋のチェストプレート。クリティカル流血。で、軽装ですね。さなぎの皮。で、作成。で、殺し屋のすね当て。作成。よし、これで。おー、かっこいい。で、クリティカルヒットダメージ。クリティカルヒットのダメージ倍率を上げる。これはいいんじゃないですか？これと相性いいんじゃないかな？この、クリティカルヒット率のクードゥグラスと、このトラッパー、なんとか。で、殺し屋のチェストプレート。クリティカル流血。ナイスセーフ。おお。クリティカルヒットすると敵が出血。お、かっこいい。じゃ、これはミューテーション、この二つは絶対つけとかないとダメですね。じゃあ、頭じゃあ、マザーデーモン。で、これも多分、ボス武器なんで、なんかついてるはずなんですよね。振りが早い。外すと。
なんだろう。属性が、これなんだ？普通の斧、あ、違う。これなんだろう？このマークなんだ？同じ。なんだろう。とりあえずじゃあ強化しますか。素材がないんで、とりあえず上げられるところまで。脆い砥石。こっちで作ろう。で、こっから。いや、これ全部の属性作りたい。いずれは。とりあえず無属性かな。一本目は。何もつけないで、強化。はい。巨大な宝石が、ないんですよね。巨大な宝石を作るには、最高の砥石。これは、録画外でちょくちょく買ってるんで、最高の砥石。これがないんですよ。最高の形が。ちょっと後で探しに行かないといけないですね。まだヒアリの、ここですか。ここも途中だし、前に見つけたなんか、顔があった場所ですね。あの辺もまだ探索してないし、あとマップのこっち側ですね。巨大な宝石。とりあえずじゃあ5個。これプロントスマッカー使わなくなっちゃうな。いやでもいずれ戻そう。今はこっちを使うけど、次じゃあ防具ですね。あ、これ特殊能力なんだろう。クリティカルスター。ああ、でも、いやでもこっちですよね。こっち見たいですよね。ちょっと軽装なんで防御力上げるっていうのも、ありかなっていう気もするけど。でもこっちかな。クリティカルスター。改良。頑丈。最高。レベルマックス。
で、スネアって。で、これも、クリティカルスタン。これ頑丈なの何個か使って最高なものに変えれないのかな。うわ、最高の広角当たりるか。レベルマックス。これもやっちゃおうか。マザーデーモン。どうしよう、じゃあ、あ、待てよ。これとりあえず5個。うん、レベル8までですね。よし、じゃあまずそのポケですか。ここにこれだ。ここにいっぱいあるだけど蚊がいるんで、フレッシュか。待て、これショートカット。マザーデーモン、これじゃあ1番で、骨の探検とバブルヘルメット、セット効果気になりますね。カマキリ装備。いや、これまず引き出そうか。この数相手にしたら、
これで使ってみよう。早っ。強いんじゃない？かなり。大丈夫かな？蚊がめっちゃくちゃいるな。ああ、これあれか。ちょっと強いミジンコだ。待て。待て。強っ。ミジンコの分際で。待て、これあれかな、槍作った方がいいかな。強っ。あんなに反応してたのに。ミジンコ強いんだけど。あ、そっか、でもそっか、槍を作ったところで強化する素材がないや。もっとそこの方にあるのかな。あんまり行くと蚊にバレるし。
これか。待って待って。ミジンコ強っ。え？高レベル。マジか。できない。レベル3の水吹き？Geared up. いや、これバレるな。そこにいろ。じゃあまだ作れない。いやーいや、これバレる。2匹はまずい。あぶね。よし。あぶねえ。いやー、仮面作りたかったなー。じゃあそうですね、一回干して、
でも今の戦いでもうボロボロになってるんだけど、ミジンコかな。じゃあ探索ですかね。探索してまず武器のレベルをマックスにしたいですね。よし、じゃあこのヒアリの巣ですね。ヒアリの弱点はフレッシュか。ああ、じゃあどうなんだろう、こっちの方いいのかな。やっぱりとりあえずこれで戦ってみて。暗い。 You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor.感情はいらない。なんかここだけなんか右から。何かに見つかってるんだけど、一体ずつ。あ、ダメだ、全然効かない。やっぱこっちか。あ、やっぱこっちだ。やっぱ弱点じゃないとダメなんだ。感情か。あ、来た。いや、でも大理石か。
いや、広いなぁ。あ、ガム。あ。ガム取っていこう。That was refreshing. ここだけか。あ、これは最高。キャッ。とりあえず下に行ってみよう。でもいっぱいいるな。切るかな。あ、無理だ。あー、やべえ、落ちた。動きが早い。上にある RS 粒子を取りたいんだけど、無理か。顔のところについた。ヨギスモルの頭で最高の大理石。スキャビーはスモル。あ、でも HP バーが紫になるんだ。夜いいかな。
し、あ、あったあった。あ、そうや、ミルクモーラー、結構たま、あ、これで、no lemon crime, but it's better than nothing. RS 粒子。いやー、どうしよう。いや、まだな探索してないから、近くに歯がある。どうだ、まさにこの、あー、この上っぽいな。あった、どうやって、どうやっていくんだろう。上から落ちるとか、まさか一回それに、ああ、あとに粘土持ってこようか。あ、顔のちょっと上だ。あー、でもアリがいっぱいいる。結局ちょっ、あ、やばい、ヒアリー、ヒアリー笑った音、ヒアリーはまずいんじゃない？これは頑丈か。
あ、ちょいに歯がある。近いぞ。この辺。爆弾か。おーし。これは？あ、来た！最高！ちょっと待って。今のあったです。これで最高の軽ガンが9個。よし。あ、ここにもある。よし、じゃあ一回帰ろう。まずミルクモーラーで、最大体力マックスかな。うん、で、メガミルクモーラー消耗品。あ、消耗品かな。回復30個で1枠か。これでどうか作れるかな。作れるというかアップグレードできるか。ヤゴがいっぱいやりすぎて俺どっかに、あ、こうだ。
まず、砥石ですね。最高の砥石を、レベル10にす、レベル9か。レベル9にするには10個。巨大な宝石は10個。なので、いや、これ。きついなぁ。1個足りない。1個足りないよ。10個だから20個必要ですもんね。きついなこれ。1個足りない。まだなんか蟻塚探索しきってないから、まだありそうですね。はい、ではそうですね、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。